はい、じゃあよろしくお願いします。今回は小学校5年生の算数分数の技丸に約分編をお送りします。で、前回ね、分数の技丸1で基本編っていうのをやってもらったんだけど、今回は約分っていうね、まためちゃくちゃ大事なやつをやっていきます。で、またポイントも含めて問題が1番から8番までありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、まあね、約分ってちょっと苦手な子もいるとこなので、少しこれ問題確認してもらってね、あー、やり方わかんねえなって思う子は今から全部説明するんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。ほんじゃ早速ね、説明の方始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。ほんじゃ行きましょう。で、約分だね、今回の主役だね。で、この約分っていうのはさっきも言ったように、この先すごく使えます。めちゃくちゃ大事な技なのでね、絶対使えるようにしましょう。で、まず約分ってなんだよとね、そっから行こうか。で、それがポイントの中になります。で、分母と分子、下止めね、分母と分子を同じ数で何かすることを約分って言うんです。で、何することかっていうと、同じ数で割ることを約分って言います。いいね、まあそれだけなんで簡単なんだけどね。で、実際どうやるか、ここからいきましょう。まず2番、ここに6分の4っていう分数があるでしょ。で、この6と4って数字があるじゃんか、これを同じ数で割ります。だから頭の中でどう考えるかっていうと、6と4を割れる数って何があるかなって考えるんです。そうするとね、6と4ってちょっとちっちゃくてごめんね、2で割ることができるよね、両方とも。だから例えば下、6割る2をすると3でしょ。で、上、4割る2をすると2でしょ。で、これで正解ですね。慣れちゃうと簡単なんだよ、約分って。こういう風にやってってください。で、どんどん行こうか。次、16分の24です。で、これも16と24割れる数何があるかなって考える。で、これは割る4で、ね、割ることができます。例えば下はね、16÷4。まあ、できれば暗算でやってほしいけどね、きつかったら筆算でもいいからね。16÷4 すると下が4です。で、上。24÷4 だから6かってやります。で、ここで注意です。お、よし終わった、次って言っちゃうと、これ丸がもらえません。なぜかっていうと、これ4と6ってまだ割ることができるんだよね。で、何で割れるかっていうと、2で割れます。そうすると4÷2で2、6÷2で3、2分の3、これもう割ることができないので、これで正解になります。こっちも線引いとこうかね。で、今言ったとこがすごく大事でね、約分しなさいっていう問題が出てきた時、あとこの先にね、分数の足し算引き算みんな勉強するんだけど、その時にも答えが出てくるでしょ。で、約分ができる時は一番、ね、もう約分できないよっていうとこまで約分しないと丸がもらえません。いい？例えば約分を忘れちゃったり、約分を途中でやめちゃったりすると罰になります。だからまだできるかな、まだできるかなっていうチェックをしてってください。いいかな。で、今ね、割る4割る2ってやりましたけど、実はこれね、最初から8で割ると いきなり答えいけるんです。8で割ると16割る8で2でしょ、24割る8で3でしょ。でね、気づければいいんだけど、もし気づかなかった時はまだできるかなってチェックしながらやってってください。いいね、それがポイントです。では次、色交互にしたいから青にしようかね。2と18分の15で、対分数になった時は横の数字無視でいいです。そのまま普通に書いてください、同じ数字をね。で、この18と15だけチェックして、ここだけで何が割れるか考えます。で、今回は18と15なんで3で割ることができるので、18÷3、6、
15÷3 で5です。で一応ね6と5ってまだ割れるかなってチェックするんだけど、これもう割れないのでこれで正解になります。どんどんいくよ。28分の21。さあ何で割れるかなって考えた時に、7だね。よいしょ、7で割れる。でこの何で割れるかが気づかね、ちょっとね今7って気づかなかった子ちょっといると思うんだけど、どう考えればいいかっていうとね、21と28が出てくるのは九九の中で何かなって考えます。そうすると7の段言っていくとね、71が7でしょ、7214、7321、7428って感じで、7の段って両方21と28いるんだよね。だから7で割れるんだって気づけるといいと思います。なので28÷7は4、21÷7は3になります。で4分の3、これねもう割ることができないのでこれで正解です。いいかな。で次です。これ72と56。でここはねちょっと一発で気づきにくいところもあるんだけど、一応ねこの56と72って8の段で出てきます。ちょっと途中から言っちゃうけどね、8 5 4 0 8 6 4 8 8 7 5 6 8 8 6 4 8 9 7 2って感じでね出てくるので8で割ります。そうするとね、8 9 7 2 と8 7 5 6だね。で9と7っていうのはねもう割れないのでこれで正解になります。いいかな。で最後ってごめんね、7番だね。ね、こういう感じでたまにねめちゃくちゃでかい数が出てきます。156と84って、これを一発で約分できるのはなかなか大人でもいないです。おそらく俺も多分気づかないです一発だと。じゃあこういう時どうするかっていうとね、それは一発で倒そうとしないで2発3発と分けていきましょう。で分けるってどういうことかっていうと、こういう風に分けるんです。細かく割っていくの。いいね。で一個ポイントがあってね、みんな偶数と奇数って勉強したじゃんか、あるでしょ偶数と奇数。でこの上と下って両方偶数じゃん。156って偶数だし84も偶数でしょ。これね両方とも偶数の時は絶対に2で割れます。これ覚えておいてください。両方偶数の時は絶対に2で割れるんです。だからひとまずね、あ両方大きいなって、あしかも偶数だって思ったら2で割ってごらん。そうするとこれみんな筆算していいからね、筆算すると78になります。で上42ってなる。でもちろんねここで気づけるんだったらいいんだけど、まだねあーちょっとわかんないなって思う子はもう一回見てみると、また偶数なんだよ両方ともね。じゃあもう一回割ってみようって、割る2でね。そうすると下が39分の、これ入ってるよ大丈夫ね、上が21になります。でこれもまだ割れるかなってチェックするとね、まだ割れるんだよ。でこれ何で割れるかっていうと、ちょっと下いくよ、割る3で割れます。そうすると下が13分の上が7です。で13と7はこれも割れない、だからこれが正解になります。いいね。こんな感じで大きい時は分割でまだ割れるかな、まだ割れるかなっていう感じで倒してください。いいね、ぜひお願いします。で最後8番だね。8番は次の分数の中で、こいつらねこの5個の分数の中で12分の9と同じ大きさの分数に丸をつけます。でこれのやり方はですね、まあいろいろあるんだけど、約分できるやつ全部約分してごらん。いい？例えばじゃあこっちからいこうか。5分の4、これも約分できないです。で8分の6って2で割れるので割ると4分の3になります。いいね。でこれ15分の10、これ上と下5で割れるので5で割ると3分の2になります。
で、13分の10、これはできません。いいね。で、4分の3、これもできません。あと、ここの12分の9、これも約分できるときしちゃいます。で、今回できるので、ちょっと下行こうか。3で割ると、4分の3になります。ちょっとちっちゃくてごめんね。そうするとね、これ12分の9って4分の3なんだよ。つまり、4分の3と同じ大きさの分数に丸つけようって言われて、もう、あ、4分の3がちょうどあるでしょ、2つ。だから、これと、これが正解になります。こんな感じで、同じ大きさの分数探してって言われたら、約分できるやつを全部してごらん。そしたら一発でわかるから。いいね、こんな感じでお願いします。では、今回は小学校5年生の算数、分数の技、丸に約分編をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はですね、この約分ともう一個、めちゃくちゃ大事な技、通分っていうのをやっていきます。またね、その技もすっごく大事なんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。